はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸6をお送りします。でね、このタイトル、これ6本目なんですけど、今回これで終了となります。次回からね、解と係数の関係をやっていくんですが、で最後に今までまだ取り上げたことのないタイプの問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっとね、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ここのとこしばらく、解の種類を判別しようっていうね、シリーズをずっとやってきたんですが、今回やるのは、二次方程式、まず1番ね。4x2 乗プラスカッコ k-1x プラス1イコール0がこいつが重解を持つとき、じゃあその時定数 k の値、そしてその時の解を求めようと、つまり k と解を両方出さなきゃいけない問題だね。で、なんでこの流れでこういう問題が出てくるかっていうと、今まで使ってきた判別式を使います。で、どうやるか、これまず1番に関してはこの二次方程式が重解を持つときと言われているので、重解を持つっていうのは判別式がイコール0になればいいんだよね。で、もちろん判別式がね、x のところが半分にできるんだったら4分の d とか、また俺は d' って書くときもありますけど、って書いてもいいんですが、今回できないんで、まあ普通に判別式イコール0です。で、これが使えるから、これよりまず d を計算します。b の2乗。で、ちょっとこれ暗算しちゃうね。こいつの2乗なんで、k の2乗マイナス 2k プラス1。b の2乗ね。で、マイナス 4ac だから、マイナス 4×4×1 なので、マイナス16と。で、これがイコール0になるよっていうことがわかる。で、あとはこれ解いていくだけです。で、あと普通にまとめると、k の2乗。マイナス 2K マイナス 15イコール0と。で、これ因数分解いけるよね。5と3でいけるか。だから、K マイナス 5K、あ、イコールでかいちょっと。K プラス3イコール0と。だから、K は5とマイナス3ってことが分かったでしょ。これで K の値出てきたの。で、これはですね、K が5の時の解と K がマイナス3の時の解って別になります。だからそれぞれ計算していく。いいね。で、やっていくと、まあ答えね、もう書いちゃいますけど、答え。K がまず5の時。で、解は X を解いたものなんで、X イコールどうなるかっていうと、K が5を代入しちゃえばいいです。で、これね、まあ、途中式ね、これも書きなさいっていう先生もいるかもしんないけど、5を代入するとここ 4x になるから、5-1 でね。で、プラス1イコール0。で、これ普通に因数分解すると、左辺これの2乗だからね。ってことは、x はこれマイナス2分の1だよね。だからこれが解なの。その解っていうのはこのことなんで、k が5の時、x イコールマイナス2分の1。で、もう一個。じゃあ、K がマイナスを抜かしたよ。マイナス3の時、X イコール。で、これも全く同じで、マイナス3を入れればいいと。で、はい、少々お待ちいただきたい。よいしょ。で、マイナス3を入れると、ここに入れればいいから、4X2 乗。で、マイナス 4X か。で、プラス1イコール0なんで、今度はここがマイナスになるだけだね。で、こうなる。だから、x は2分の1になります。これ解くとね。なので、k イコールマイナス3の時、x イコール2分の1と。これをちゃんとね、セットでね、書いて丸となります。いいかな？ちょっとこれ消しちゃうね。では、2番いきましょう。で、まあ、2番もね、似たタイプの問題なんですが、1番は重解を持つときだったんだよ。で、2番に関しては、二次方程式、x2 乗プラス 3kx マイナス1イコール 2kx マイナス5。これが虚数解を持つとき、今度は。ね、虚数解。
を持つとき定数 K の値の範囲を求めようです。今回 K の範囲だけです。いいね。で、まず、まあ、判別式をね、使っていくんだけど、その前にこれ、きれいに整理されてないので、全部左辺に持ってきます、こっちに。イコール0に持っていかなきゃいけないからね。で、持ってくると、x2 乗。これを左辺に持ってくると、こうなるね。3kx マイナス 2kx だからね。で、マイナスをこっち持ってくると、で、これだよね。こう、まあ、整理ができると。で、これについて、判別式を考えようと。で、またね、半分にできないから普通に D でいいです。で、今回は虚数解を持つときなんだよ。で、ここでね、思い出してほしいのが、判別式がイコール0は重解だよね。まあ、重解かっこ実数解ですわ。で、D、大なり0。こうなったときは、2つの異なる実数解を持つんだよね。で、逆に、ここが小なり0、0がちっちゃかった。こうなることによって、これで異なる2つの虚数解になる。だから、判別式がこうなれば虚数解を持つんです。だから、あとこれ解いていくだけ。いいね。で、解いていくと、B2 乗。だから、ちょっとより書いておこうか。B2 乗。マイナス 4AC だから、マイナス 4×1×4。だから、マイナス16。で、こう。で、これもこっち因数分解でいいかな。こうやってね、公式通り因数分解する。で、右側に口が開いてると、こうなっているので、K、その文字を2つの解の数字で挟むと。で、これをね、普通に解くと、マイナス4とプラス4が出てくるから、マイナス4とプラス4。これで挟んで、これだけで終了となります。いいかな？ K の範囲が出ているからね。で、ぜひですね、まあ、今回ね、この2問しか取り上げてないんですが、これプラスもう一個覚えてほしいのが、じゃあ、もし、この丸2番が、もしだよ。丸2番で、今、虚数解を持つときだったけど、実数解を持つとき、K の範囲を求めなさいと言われたら、判別式何すればいいか、これね、すごい引っかかりやすいんで覚えておきましょう。これ、判別式、実数解持ったでしょ。だから、よっしゃーって、2つの異なる実数解だと思ってこうなりたいんですけど、実はこれ、ここイコール入ります。で、なぜかっていうと、確かに左に口が開けば2つの異なる実数解が出てくるでしょ。だから実数解持てるんだけど、最初の1番でやったように、イコール0の時って重解じゃん。重解、カッコ実数解なんだよ。だから、確かに重解なんだけど、実数解でもあるのでこれを含めなきゃいけない両方。もしこの丸2番が2つの異なる実数解を持つときって言った場合に2つの異なるが入ってきたらイコールは抜きます。いいね。ちょっとこういう区別が必要になってくるんですが、基本的に解き方はこの部分さえ間違わなければ、これ、ね、イコールとかね、小なりとかね、大なりイコールとか、まあ、大なりだけとか、そこを間違わなければ解くことができますので、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、次回から解と係数の関係ね、やっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。